G アイドルの MBTI はメンバーのプロフと性格をチェック。 MBTI からわかる個性豊かな G アイドルメンバーたちの性格。メンバー同士で話し合って決めるグループとしての MBTI とは、1月29日にセカンドフルアルバム2をリリースし、約8ヶ月ぶりのカムバックを果たした G アイドル。タイトル曲スーパーレディの YouTube での再生回数はすでに3000万回超え、ゴージャスな MV で事務所とメンバーの気合を感じますが、リーダーのソヨンが明かしたアルバムの制作費が衝撃の金額でメンバーの右も仰天。 G アイドルの基本情報と2の制作秘話についてはこちらでまとめております。今回はそんな G アイドルのメンバーのプロフィールをおさらいし、 MBTI からわかるメンバーの性格についてご紹介していきます。現在は日本でも流行している MBTI 診断ですが、もともとは韓国での大きなブームがきっかけで、多くの K-POP アイドルや韓国の芸能人たちが MBTI 診断を受けてその結果を公開しています。推し学では以前にルセラフィムとエスパの MBTI とメンバーの性格についてもご紹介しておりますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。では早速 G アイドルメンバーたちの診断結果を見ていきましょう。中国出身で G アイドルの愛嬌担当と言われる義の MBTI は ENFJ です。 ENFJ は強い責任感や正義感を持ち、いつも人一倍の熱量でエネルギッシュに行動します。また主人公型とされるだけあり、そのカリスマ性で多くの人を引きつけます。そんな人間的魅力にあふれる ENFJ は天性のアイドル気質とも言えるかもしれません。明るく社交的で愛嬌たっぷりな義はまさに典型的な ENFJ ですね。タイ出身のメンバーミンニの診断結果は義と同じ ENFJ です。明るい性格で G アイドルのムードメーカー的な存在のミンニにも ENFJ の特徴がよく当てはまります。情熱的でコミュ力も高い ENFJ には感受性や共感力が高いという一面もあります。ミンニも人一倍感受性が強く、音楽番組で1位を獲得したり、ファンについて語ったりする際に感極まって泣いてしまうことがよくあるようです。 G アイドルのリーダーソヨンの MBTI 診断結果は INTT です。ということはルセラフィムの宮脇さくらと同じ結果ですね。 INTT は論理学者型という呼び名の通り、論理的な思考や物事の本質を捉えることが得意な性格タイプです。知的好奇心が旺盛で、いつもユニークな発想やアイデアを頭の中に巡らせています。また多くの人とコミュニケーションを取ることよりも一人の時間を大切にする傾向が。 INTP はしっかりしていて精神的に自立している人が多いと言われており、 G アイドルのリーダーであるソヨンはその落ち着きのある性格でグループをまとめ上げ引っ張っていく頼もしい存在です。元 YG の練習生でブラックピンクジェニーの同期でもあるミヨンは ENFP です。明るく自由奔放な ENFP は好奇心も旺盛で新しいものを好む傾向があります。自由な発想と持ち前の行動力でやりたいと思ったことはすぐに実行しますが、その反面少し飽きっぽいところも。外交的な性格で思いやりもあるため誰とでも仲良くなることができます。アイドル以外に女優としても活躍するミヨンはまさに行動力のある ENFP の特徴を体現しています。台湾出身のマンネ、主婦は INFP です。INFP は繊細な心を持ち、周囲の人を尊重して思いやることができる性格タイプです。現実的な問題よりも夢や理想を大切にするタイプで、控えめでありながら自分の信念を持っています。また感受性が非常に強く独自の世界観を持っており、クリエイティブな一面があります。繊細がゆえに傷つきやすい性格タイプでもある INFP。 グループの末っ子ながら度胸があり、ボスマンネとも言われる主婦はなのでいい方っぽいですが、実は相方なのは少し意外かもしれませんね。ファンの反応はミンニちゃんゲラでツンデレで涙もろい ENFJ とかてんこ盛りすぎて好きにならざるを得ない。ミンニとウギ2人とも ENFJ なのをセル、ソヨンネさん INTP なのとドキドキしている。 INTP はソヨン姉さんしか勝たん。ミヨンめっちゃ ENFP っぽいよな、わかるな。
ミオンになりきって MBTI 診断したら ENFP になった。待って、シュフアタン INFP なの？絶対に E だと思ってた。昨年3月に M ネットテレビの公式 YouTube チャンネルで公開された M ネットプライムショーにジアイドルが出演しました。この回ではメンバーたちが相談しながらグループとしての MBTI を考えるという斬新な企画を行っていたので、こちらもご紹介。まずは I の内向型か E 型の外向型かという話し合いからスタート。最初に口を開いたミヨンは、グループとしては I 型かもしれません。ミヨンの意見に付け加えるように、私たちには友達がいませんと突然の自虐を披露するミンに、これに対してウギは戸惑いながらも、仕事がない時は私たちはお互いに会ってましたと反論し、 E 型だと主張しました。続けて、私たちはちょっとうるさいと話すウギ。さらにシュフアによれば、他のアーティストのビハインドビデオに自分たちの声が入っていたとのこと。メンバー内でも E 型と I 型で分かれているため議論は白熱しましたが、最終的には I の内向型だという結論に至りました。続いて N の直感型か S の感性型かを決めることに。しかし、これまでにご紹介したように、なんと G アイドルはメンバー全員が N 型のグループ。話し合う必要すらなく満場一致で N 型に決まりました。お次は F の感情型か T の思考型。これに関してはソヨンだけが T 型で、他のメンバーたちは F 型という診断結果だったため F 型に決まりました。ソヨンは、孤独な T、多数派に従いますと少し寂しそうな表情でつぶやきました。ここまで I、N、F まで決まった G アイドルの MBTI。 最後は T の知覚型か J の判断型かを相談します。 INFP のシュフアは、 T 型なら自分の結果と同じ INFP になるため興奮している様子。これに対しミンには、私たちは完全に J ですと強く主張。しかし、最終的にはリーダーであるソヨンの意見に従い T 型に決まりました。というわけで、 G アイドルのグループとしての MBTI 診断結果は INFP となりました。つまり、シュフアが G アイドルというグループを体現しているわけですね。 K-POP アイドルならやっていない方が珍しいくらいの MBTI 診断ですが、グループとしての MBTI を決めるという斬新で面白い企画でした。ぜひ他のグループにも挑戦してもらいたいですね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。